カーンとその妻カーンのサインシャールクカーンは、インドのニューデリー出身の俳優。愛称は、SRK もしくは、キングカーン。ニューデリーのストリート、コロンバ、S ハイスクールから、デリー大学のハンスラジャコリッチに進み、後に、ジャーミアー、ミリアー・イスラーミアー大学で、経済学の修士号を取得。学生時代には、学業もスポーツも、抜群の成績を収め、 優等学生として表彰されている。特にスポーツの分野では、サッカーやクリケットに才能を発揮し、故障しなければ、スポーツ選手になりたかったと語っているほど、学業を終えるとジョンバリー主催の演劇グループに所属、現代演劇の俳優として舞台に出演する。1988年に出演したテレビの連続ドラマ、フージーで人気がブレイク、ボンベイに移住し、 映画スターとしてのキャリアをスタートする。15歳で父タージを25歳で母、ファーティマーを亡くす。映画俳優としてデビュー直後の26歳で学生時代から付き合っていた5歳年下のガウリー、チッパーと結婚。ガウリーはヒンドゥー教徒でシャール・クカーンはイスラーム教徒。結婚後も互いの宗教を尊重し、子供たちは ヒンドゥー教とイスラームの両方の儀礼に親しんで育つ。TV で活躍後、1992年、ラジュー出世するで、ジュヒー・チャー・ウラーと共演し、映画デビュー。すでに60本近い映画に出演し、1990年代からヒンディ映画界で圧倒的な人気を博し、アジア各国やアメリカ、ドイツ、イギリス、日本にも根強いファンがいる。ありがとうございます。